山形大学の、見学の精神というのは人間性豊かな考える意思の創生と、それが山形大学の一番大切な使命なんですね。で、重粒子線というものはご承知のように、新しい放射線の治療装置です。で、それはですね、やっぱり今まで、できなかった治療法を今現実の医療法としてもたらしてくれると。だから今までの標準医療を変える可能性があるものだと。で、今までの、我々が使ってきた標準医療と、じゃあこれから新しくなる治療、重粒子線とかそういったものをどう組み合わせて一番いい、患者さんのケアに治療に用いることができるかと、そういうことを我々は考えて、で、我々が考えた結果一番いいものを作って、それがまた世界の標準になっていくと、そういうことを、世界の医療をこれから作っていく、そういう医療機関でありたいというふうに私は思っています。